これはなんだ、フォードカスタム、フォードはセダン、フォードカスタム、フォードはセダン、そういう名前フォードの何なのかがわからん。フォードのだからカスタムでいいのか、名前がフォードはセダン、うん、そんな名前、名前なのか何なのか、フォードカスタムで一応出てくるのかな、この車検索すれば。まあでも単純な名前で覚えやすいよね、このマスコットね。昔はこれマスコット流行ったのかな、今もう安全的な問題で徐々になくなりつつある。まあなんかこれ真ん中のこれエンブレム、これエンブレムか、これはすげえな、フォードアメリカ1949、排気量 3.9リッター、でけえ。このなんか地味なこの塗装ね、旧車らしいこの色合いね、最高にいいね。内装は、内装これなんだろう、本上の方がちょこっと本革で、下がなんかモケットかなんか、ちょっと本革なのかどうかさえも分からんけど、何とも言えん。この白いこのステアリング、おそらくメーターは100まであるね、100マイルかな、100マイル。シートベルトはありません。くるくるウィンド、フロントガラスも V 字の2分割、真ん中にピラーがある感じ。内装もこれ独特だな。オーディオはまあ多分AM ラジオのみ。素晴らしい。ちょっと後ろかな、後ろのテールランプのとんがり具合を確認しないといけない。あ、これは後ろとんがってないのか、後ろボーンではないタイプね。ものすごいシンプルなテールランプ。おお、これなんだろう、このもうこのテール、もうちょっといかつさあってもよかったんじゃないの、フォード。とんがってた方がよかったな。ものすごいこう、ここでエコさをちょっと出してもね、あれだけどね。フォードカスタム、フォードはセダン、どこをカスタムしてるのかがまず分かんない。カスタムポイントをまずちょっと教えてほしいよな。これオーバーフェンダーにしてやろうか、そんなこともないよな。ロードダウンもしてもなさそうだし、カスタムポイントがまず分かんない。給油口はここ。フォードカスタム。こんな感じか。フォードカスタム、フォードはセダン。一番かっこいい角度、この角度か。この角度が一番かっこいいか。以上。